おはようございます。いつも8チャンネルご覧いただきありがとうございます。今日は2月3日節分です。多分今日はあれを作るんじゃないかと思ってます。どうだね、カメラ貸してね。何作るんですか。今日トントントンじゃん。何トントントンって予作違う北島三郎をトントントンした予作じゃん。おこし物作る。おこし物か。あれ、おこし物っていうのは2月3日に作るものなの。ふお太巻き。3月3日恵方巻きじゃないの。恵方巻きはそこだ、うん、今日はいなり寿司作ってみんなの、うん、あの弁当を今から作っていなり寿司作って、今日はみんなで、何を作るんだっけ。おこし物を作ります。そのお昼弁当をいなり寿司を作って持ってくる。これはおやつにお汁粉作って食べる。いなり寿司。はい、ということで今日のお弁当お昼いなり寿司24個完成です。はい、今日はこれでこの地方の名物おこし物を作りに行きます。お楽しみに。おこし物を作る方です。鶴の縁起物の鶴が、あ、本当だ、鶴だ、うん、鶴、頭とくちばし、うんうん、これはい、今日はこれから友達の家におこし物を作りに出かけます。まあ、いなり煮とるのばかで、とりあえず俵か、俵だよ、米俵だ ね。これはあのあれの松だ、桃、うん、これはあの梅、ね、桃くっつけた、ほらくっつけた、うん、あ、これ色から色ね、色、うん、ナス、これナスじゃないか、これタケノコ、うん、これツル、ツル、これは上新粉、うん、米粉だよ、米粉か、これをね塗って、うん、こう練ったやつをこの形でギュッと押し付ける、うん、くっつかないように、くっつかないようにね、うん、そう、これが色粉、うん、これで色をつけます。お湯を沸かしています。これは蒸し器、うん、それ蒸し器、これは蒸し器、この中に なんかお水が入ってる、ね、沸騰させて、で、あの切っておく、あとで型を起こしたらここに入れて蒸し上げる。おー、うん、ここに乗せればいいよ、ここだけやればいい、いいよ、あ、しまった、もはや取った、いい、いいよ、やって、うん、いいよ、持ってくださいお湯を粉の中に入れて、うん、そうそう、混ぜています、うん、うん、どこって言って、うん、いいよ、ここ、うん、自分が手ついたそれであと青、うん、青、はいはいはい、じゃあ青入れようか、うん、緑入れますよ、みんなと一緒ぐらいね、みんなと、お、手にいっぱい、それは払ってくれやいか、それくらい、はい、お嬢様お嬢様でも我慢でやったことないもんでさ、これは、あ、はいはい、はい、お、だんだん色が出てきましたね、うん、すごい赤、うん、こういうならもっとまだなんだけどさ、こういうならねえか、蒸すとよくやあの赤くなるね、そう、うん、もっとこのぐらいでいい、うん、混ぜんじゃん、もうこれもうちょっといいんじゃないの、いいよね、うん、マーブルじゃなくなったからね、さてこれからどうするでしょう、さてこれからどうするのかな、わ、ね、からない、うん、ここに乗せるの、はい、お、丸いのができたぞ、では
そしたら、うん、粉をここにあるよ。ピンクの団子があって、そして火の型があって、そしてお、なんかちょっとちょっとちっちゃい丸をポロン。お、緑、黄色が来ました。ポロン、緑も来ました。それから、それからあれをギュッギュッと押し込んで、なるほど。ギュッ、ほう、これ上にあるやつは削るの、このままギュッ、こっちぐらい出とった方が美味しい。ほんで、おお、これがおこしもんか。はいはい、一つできました。おお、これこれになるじゃん。めっちゃのが一個入っていけど、うん、なんか入らん。あ、びっくり返っちゃったね。これがひっくり返っちゃった。あ、それはひっくり返っちゃった。いいよ、はい、閉めました。閉めまして、蒸してます。何分とか分からん、分からん、適当、うんうん、はい、途中で水打たなに、あ、水打つ、うん、うんうん、光が良くなるとか言ってね、うん、これもこれやった方がいいよね、手でやったって、これ見てる、見てる、いっぱいできましたね、うん、あ、そうだね、そして蒸し上がってきたかな。うわー、こうやって照りが出てきたら、はい、あれはね、お水をかける、お水をかける。水を、はい、なるほど。よし、はーい、これ乗っける、うん、よいしょよいしょ。おー、10分したら見てみるわ。もうだいぶ照りができてるで、10分もやらずに5分ぐらいじゃない。そうだよね、うん、わー、できたー、はーい、水が上がってくるかもね。何してますか、あなたたち、うん、見てよ、すごいね、うん、このあの、濡れたい、なんだっけ、濡れたい、濡れたい、タケノコ、ふかしたら見て、できた、おいしい、なんか、これさ、すごい、これすごいあれだよ、何、あの、ふかしてあるからすごい柔らかそう、おいしそう、柔らかい、おいしいよ、おいしいよ、おいしい、食べてた、うん、ほんと食べてごらん、うん、やっぱり食べた、食べた、お米屋さんが、あの、いい子だよって言って、これだけあるわ、うん、うん、今度行ったらお礼言っとく、うん、うん、安い、気をつけな、うん、
言ってたよ。美味しい。お昼ご飯。お昼ご飯。いなり寿司。おいしい。焼き芋もあります。美味しいです。美味しいです。美味しい。すごい美味しい。うん、したよ。ちょっとね、ほら、筋が。いただきます。クッキー作ったんだって。あー、すごい。いただきます。クッキー。あー。お菓子 の食べない残りも入れてね。うん、作ったね。ねえ。すごい。あ、いい、いい、いい。ブラボー。うん、美味しい。ありがとうございます。あれか、これが、床屋さんが作ったクッキーです。シルコサンド。シルコサンド。が食べちゃった。あ、そうか。ほんで、その次にまだ残っとった、うん、なんか、ビスケットみたいなやつ食べないので、うん、それ。またこれ。こなしてさ。なんか。この大きいのパッてやったらいいか。うん、ね。お疲れ様でした。お尻の教えてもらう。いやいやいや反省会。うん、反省会です。こんなにたくさん動画作りました。で、どうやって映すの？もう映ってる。映ったの？うんうん。映って5時間もかかったのか？うん。ね。うん。もうじゃ5時間じゃん。うん。自分家でやってもさ、私もそうで ね、かかるでしょ、結構1キロやったけど、もうこたぶれたよ、くたぶれてるね、そうで、蒸して自分でやらにいかんから、うん、そうだよね、おいしいよ、おいしいよ、たわらたわらでかいです、たわらでかい人参前です、多分美味しいよ。なんかもちっとしてる感じがするから。柔らかしい。ね。ね。多分うちって砂糖玉につけて食べると思う。うん。ね。あれはもういいんじゃないの？あれはもういいの？うん。反省会終わり。うん、終わり。何が反省したの？何反省したの？いや、わからん。